なぜやるの？特技だから。文壇へようこそ。今日ご紹介します映画はこちらです。オーシャンズ8。スティーブン・ソダーバーグ監督の大ヒット作オーシャンズシリーズのジョージ・クルーニーが演じたダニー・オーシャンの妹デビーが自分のチームを率いて宝石を盗み出す計画を実行する姿を描いた2018年のクライムコメディ作品です。監督脚本はゲイリー・ロス、出演がサンドラ・ブロック、ケイト・ブランシェット、アン・ハサウェイ。超豪華キャストだけでなく華やかな衣装なども話題となった作品です。それではカクテルを作り出します。今日使います材料はこちらです。白ワイン、スイートベルモット、クレームドカシス、そしてグレープフルーツです。それではカクテルを作り出します。お待たせいたしました。オーシャンズ8でございます。美しい女性陣とそのスタイリッシュな世界観をイメージし、洗練された味わいを目指して作った一杯です。グラスには盗み出すことになるダイヤのネックレスを飾り付けています。それでは少し飲んでみますね。カシスのベリー感があって甘口なんですけども、ベースが白ワインなのとグレープフルーツを使っているので、こう後口はすごくすっきりしてて、とても飲みやすいカクテルだと思います。名高い犯罪ドリームチームオーシャンズを率いたダニー・オーシャンを兄に持つデビーは約6年の刑期を終え、出所してきます。もう二度と悪事は働かない、そういう連中とも縁を切ると面接官と約束したんですが、実は刑期の最中にニューヨークで開かれる世界最大規模のファッションの祭典メットガラでカルティエのトゥサーンという1億5000万ドル相当のダイヤのネックレスを盗み出すという計画を立てていたんです。出所し
旧友である相棒のルーに声をかけ、スリ、ハッカー、盗品宝石のディーラーなど仲間を集めていき、その計画を実行に移します。本作はオーシャンズのシリーズのスピンオフ作品なんですが、デビーがダニーの妹であるという点や、オーシャンズの一員だったルーベンがちょこっと出てくる以外は大きなつながりはなく、独自のストーリーで展開していきます。ストーリーもオーシャンズのシリーズともほとんど一緒で、主人公が出所して仲間を集めていき、それぞれのスキルを生かして計画を成功させていくという話です。オーシャンズのシリーズが好きだった方にも楽しんでもらえるようなシーンが随所に散りばめられています。チームのメンバーも実に個性的で、先に紹介した3人以外にもヘレナ・ボナム・カーターやリアーナ、サラ・ポーソンやミンディ・カリング、オークワ・フィナなど、もう実に豪華キャストです。まあ、映画を見たいろんな方とお話をしていると、ケイト・ブランシェットがかっこよかったっていう話をされる方が一番多いんですけども、確かにバイクをかっこよく乗りこなす様や、デビーの相棒としてチームのパイプ役となって支え役になっている点なんかは、ダニーのチームでいうところのブラッド・ピットのような存在なので、まあそれはかっこいいですよ。でも個人的にはスリの役をしていたコンスタンス役のオークワ・フィナがいいキャラしてて僕は好きでしたね。まだ新しい女優さんで出演作もそんなにないんですけども、クレイジー・リッチやジュマンジの2作目の方ですねとか、フェアウェルという映画でもこう存在感を発揮してて、これから注目の女優さんだと思うので、皆さんもちょっと覚えておいていただけると、嬉しいですかね。ストーリーの前半は計画の準備、そして後半は準備した計画を実行していくわけですけども、もう華やかなことこの上ないです。マリア・シャラポワやセリーナ・ウィリアムス、キム・カーダシアンなど各界のセレブたちが亀を出演しているんですけども、そんな中をほんまかいなみたいな展開で計画がこう進んでいくわけですね。何人かの男性キャラクターは登場するんですけども、物語を実際に動かしているのは8人の女性たち、それぞれの役割を華麗に果たしていくわけですけども、登場人物が多い映画を演出する手腕に長けているゲイリー・ロス監督らしく、ストーリーのテンポもすごくいいので安心して見ていられます。旧オーシャンズのシリーズとは大きなつながりはないって、先にも言ったんですけども、映画を最後まで見るとやっぱりちゃんとつながってるんだなっていうのを、映画のラストにデビーがマティーニを片手に見せる表情に垣間見れるような気がします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録・高評価もよろしくお願いいたします。それでは今日も素敵な映画と一杯を。